え違うか。こんばんは、いらっしゃい。なんかすごい面白そうなものがあると思って見てました。でね、大丈夫かな。なんかすごいパソコンが重たい。限界 PC が悲鳴を上げているか。OBS だね、やっぱ重たいのね。まもないよ。お、竹本さんもこんばんは、いらっしゃい。うん、西博さんもこんばんは、いらっしゃい。相変わらずちょっとね、鼻声なんですけども、熱はすっかり下がって、まあちょっと今日低気圧とかの影響で頭痛がひどくて、日中めっちゃ寝まして、今はすごい元気です。そして昨日は感謝祭、お疲れ様、ギリギリの最終日に、サポートたくさんありがとうございました。スパイシーヌードルもこんばんは、ウェルカムウェルカム。マジ頭痛い。そう、私もね、朝からやばかった。 目をギョロギョロ動かすだけで激痛でさ、神経触るような痛さでさ、もうご飯食べた後にすぐ胃薬とロキソニンを飲んで寝ました。よいしょ、無理しちゃダメよ、ありがとう。まあね、無理せずやっていく。声は病の人の声ですか。大丈夫ですか。大丈夫大丈夫。もうね、鼻詰まりさえなくなれば、あと咳。メニエさんもいらっしゃい。ピエン。あ。あ。なになになに ?howdo.tf。Welcome! いらっしゃい。初めてのチャットだね。ファーストチャットありがとう。howdo.tf。ありがとう。ゆっくりしてってね。なんか変な URL かなと思ったけど違うよね。なんだろうこれ。まあ、あんまクリックしない方がいいかもしれない。うん、熱はもうないんだ本当に。今日トナセンが配信中はもう爆睡。そのあの時間帯にこう何もせず寝るっていうことが本当に珍しい。これなんかさ、前もあったよねこういう言い方ね、タネロブさん。なんか私よく分かってなくて読み間違えてたっぽいけど、精神が参ったので定時帰宅、やっと土日休める。参ったと自分で自覚しているんだったら大丈夫です。休もうっていう風にちゃんと自分で選択できていることが偉い。私は結構自分で自分は大丈夫って思いながら行動してて、こうやって体調をがっつり崩すタイプなんで休みたいと思った時にパッと休める人はすごい。 I have been following your Twitter for a long time and your products look lovely. Are they all handmade? Do you plan to ship internationality? Thank you so much. ありがとう。すべて手作りですかって意味かな。私の作品はすべて手編みです。キラちゃんイエーイ。キラちゃんいらっしゃい、おはよう。おはよう、こんばんは。パチパチパチ、ワールドワイド、オッケーオッケー。海外発送もしてます。ショップの URL 出した方がいいか。びっくりマークショップお願いします。 VIP 以上。
タネナムさん、ありがとうございます。ワンリーフのオンラインショップはこちらです。今は、デザフェスが終わって新作作ったけど、ちょっと体調それから崩して写真撮ってないんだよね。なのでデザフェス終わってからの在庫になるんですけど、今のところオンラインショップ上に掲載されているのが何点だろう、10点もないと思います。子供のドアメ舐めてるの、今日は病院で処方されるさ、トローチってわかる？真ん中に丸開いて、丸じゃなくてなんだ、丸い形で真ん中に穴が開いてるやつ、それ今舐めてます。子供のドアメはマジで効かないからな。トローチ狂ったように舐めてた。そう、なんかさ、ちょっと やんわり苦味のある飴って感じ。薬成分がちゃんと入ってるっていうのは分かるよね。こんばん、予作シャドウさんいらっしゃい、こんばんは。予作に入ってきた。この前は白までいたのに。オンラインショップをすごくねいじりたい。ちょっと体調万全になったらやらなきゃいけないこと、やりたいこと、この制作以外で山ほどあるな。なんかあれだね、画面上に今何にもないから若干寂しさすら感じるよね。うん、よいしょ。なんかね寂しすそう寂しす。さっきツイッチの公式の方でさ、ディスコードがあるんだけど、そっちの方でこう集計が来週明けてから、週明けかな、今日15だよね、月曜日か、月曜日から集計が始まるみたい。結構時間かかると思う。今回参加されてる方多分ね600人か700人ぐらいいたような気がするんだよね。結構かかると思います。で、今回不具合があったりして、なんかその反映されないみたいな不具合があったりしたみたいで、そのログを全部追うって書いてた。大変な作業になりそうだよね。I understand that black is your branding, but have youconsider making different colors? I am curious. もともとは、もともとはカラフルなものばっかり作ってました。なんだけど、私に直接オーダー来るものがブラックのものばかりで、その時からなんか黒の作品、オールブラックの作品を作ってくれるワンリーフっていう風に言われることが地元では多くて、それで私も黒の作品を作ってる時がすごくなんかこう、なんだろう、シンプルなのにめちゃめちゃかっこよさを感じてて、魅力を感じてたのね、作品自体に。それで黒一本でやっていこうって決めました。
カラフルな糸ももちろんありますよ、全然家に。だいぶ処分したけどね、編み物作家さんに譲ったりとかして。黒にはなんかすごいいろいろなこう いい要素があってさ、男女選ばず人気がある。そしてこうちょっとファッションにこう困る人とか、あんまり悩みたくない人、黒持ってれば何にでも合わせられるそういうところもあるし、高級感もあるし、なんかこう黒という洗練されたかっこよさ、魅力たっぷりだよね。うん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 そう、昨日の配信でもちょっと聞かれたじゃなくて話したんだけど、なんかインスタで黒の作品だけで絞ってやるときに不安なかったとか、なんで それだけでしたのってすごい質問をされたことがあって、まあ今答えた通りのことを答えて、将来色違いの製品を作ると思いますか。わからない。今はわからない。特別なことがあれば作るかもしれないけど、オーダーは黒以外は受けてないです。先日配信2周年記念の時には色の入った糸でポーチを作ったりしましたけどね。そういうなんか記念の時だけしかやらんかも。カラフルな作品で作ってもきっといいと思う。全然それはそれでいいと思うんだけどね。でも今はオールブラックといえばワンリーフっていうのをしっかり日本だけじゃなくて海外にもなんか根付いてほしい、そのイメージが。まだまだ自分のことを知らない人はたくさんいるからね。あ、ピロニーいらっしゃい。ブルブルしてる。Hello, I hope you are well. I'm Kek. Welcome. いらっしゃい。How are you? お、耳クロックする。ありがとう。あ、間違えた。髪型変えてたわ。何か違和感があったわ、今。
ていていさんいらっしゃい。街中とかでご自分の作品を使っている人に出会ったことはありますか？地元ではね、あります。たくさんあります。I am fine, reading is cozy, thank you. うれしいよね。Please, relaxing time. 合ってる？それこそカラフルな作品を作ってる時の話になるけど、このオールブラックになるまでは子供向けのヘアアクセサリーとか作ってることがすごい多くて、単価がほんと400-500円のヘアゴムばっかり作ってて、まあまあきつかったんよ。でその時の作品、ヘアゴムとかヘアアクセサリーとか私の作ったものを身につけて歩いてる子供たちっていうのはめっちゃ見たし、お友達とかこう委託先の店長さんからとか、なんかね、あのよく来てくれるお客さんみんなつけてるよとか、この間買い物行ったらレジで並んでる家族の子たち2人つけてたよとか、嬉しい報告をその当時はこう毎週のように聞いてましたね。それ私が作ったんですけど使い心地どうですかとか話しかけたりします？いや、しないですね。ここで覚えた英語、スクランチ、そう、シュシュね、シュシュ。いや、あとなんか私ダンスやってたから地元では結構なんか、あ、知ってますって言われること多くて、狭い町だから、なんか、あ、もなんかそれ私が作ったものですみたいなこと言ったら、あ、知ってます、ダンスやってましたよねとかすごい言われる。狭い町だからさ、すごいやっぱ、あ、知ってるんかみたいなことあるよね。わらわら。でもさすがにもうそのダンス離れてから何年も経つから、今はそれは通用しないと思う。え、誰この人みたいな感じになると思う、逆に。全然見えない。ここか。使い心地どうですかっていう風にこう聞くようになったのもオールブラックの作品作るようになってからじゃないか。こうちゃんとまあ、なんかその当時からなんか自分の気持ち的には趣味以上で活動はしてたんだけど、仕事としてちゃんとなんか開業届出してやり始めたのってツイッチの配信始めてからなんで、なんかその行動として仕事としてちゃんとやってるっていうのは本当にオールブラックになってからだから、それを意識するようになってからこう使い心地とかどうですか、なんかトラブルとかありませんかとか
こう声かけるようにはなった。オンライン上になっちゃうけどね、今はほとんどオンライン上でしかやり取りしてないんで。ご意見や感想などフィードバック欲しくなりますよね。なるなる、めちゃめちゃなりますね。ガチャありがとう。お、コントンさんいらっしゃい、こんばんは。よいしょ。え、なんか聞こえた今。あ、アビラムガチャでか。今あの2階でトナセン子供たち寝かしつけしてんだけど、トナセンのくしゃみが私のここまで聞こえてきてて、それがみんなに聞こえたかなと思っちゃった。ブルブル。今日めっちゃ寒いんだけどさ、明日今日より7度ぐらい高いらしいんだよ。また体調おかしくなりそうで怖いよね。ちょっと水飲みます。特に印象に残っている感想やご意見ってありますか？そう、なんかレビュー、オンラインショップのレビューとかになっちゃうんですけど、やっぱりかっちり固くきつく編まれているとか、しっかり自立するっていう言葉にすごくあのニヤニヤしちゃいますね。なんか自分もそこめちゃめちゃ意識してるところではあるんで、それをなんかこうレビューとして書いていただけると嬉しさを感じますよね。水分補給ありがとう。Thank you。トローチ舐めた後に水飲んだら気持ち悪いな、口の中。苦さが増す。今日福袋予約でしたが、瞬殺で負けました。何の福袋？私今年スターバックスの福袋を申し込みしたけど外れた。なんか変だなと思った。
わかります。私も疲れた時はサンキューメールのページだけ印刷してずっとニヤニヤ眺めたりしています。いやそう、なんかでも星1とかさ、なんか頼まなきゃよかったとか、そういうレビューも来る可能性も全然あるって考えたら、今のところのこう、え、なんかまだ、ま、なんだ、なんだろう、レビューがないことも全然あるんだけど、レビューを書いてくれて、なおかつすごくいいことしか書かれてないっていうので、もうなんかありがたいよね。ていていさんは何かものづくりされてる方なのかな。ちょっと鼻かみます。はい、失礼しました。鼻かみます。すごいお鼻をかむ感じに翻訳されてた。ホテルのアンケートなどもしっかり書いておくとスタッフの方はすごく励みになるんですって。へえ、なんかね、私結構旅行することないんでそもそもあれなんですけど、この間デザフェスで泊まっ、デザフェス出た時に泊まったホテルめっちゃよくって、帰りのチェックアウトの時になんか対応してくれたスタッフさんに、いや3日間泊まったんですけど本当最高でしたみたいな、もうありがとうございましたっていうのをめちゃくちゃ本当に良かったから伝えたんだけどさ、すごくなんか自分もなんかその伝えたことで嬉しくなったし、また利用したいって思えたし、その時に返してくれた言葉もすごく丁寧で、なんかそのホテルまた大好きになったね、帰り際に。帰りのリムジンバスの時まで丁寧にお見送りしてくれて、すごく素敵なホテルマンでした。池田さんいらっしゃい、コンコン、はい、いらっしゃいいらっしゃい。体調はいかがですか。不思議な天気です。体調は万全ではないけど熱は下がって、鼻水咳って感じ、鼻声でしょ。コーペンちゃん福袋でしたが20分くらいで売り切れたみたいです。あ、そうなんだ、コーペンちゃんのやつだったんだね、大人気だ福袋ね。わ、ちょっと待ってね、 OBS 上で名前が真っ黒になっている。あ、猫です、よろしくお姉さん、いらっしゃい。でも鼻声前より良さそう。昨日よりはいいよね。昨日もう鼻詰まってて声出す時もちょっと辛かったもん。アレイラさんいらっしゃい、こんばんは。全然ダメそう。ダメだった。いや、昨日の方がやばかったよ。昨日もなんか声出す時に鼻詰まってって苦しかった。今はね、鼻詰まってはいないかな。下を見るんじゃないよ。いや、下見ないと作れないから。でも本当になんか
日に日によくはなってるから大丈夫うまいこと言いよって前はなんかね、いいから寝とけって感じの声してた。さ、すいませんだいぶ良くなった。そうで、なんか多分ね、元気な時も喋り続けてると鼻詰まるタイプの人で、で昨日は多分その鼻詰まりマックスすぎて、もう配信間際はあの両鼻がつままれたぐらいのレベルで詰まってたセリーといらっしゃい。 Good night one. How are you today? 今日はちょっとね、気圧の問題もあってめちゃくちゃ頭痛くて、日中ずっと寝てました。おかげで今はすごく元気です。トナセンの配信中も私は屍のように寝ていましたよいしょ体調悪くてもうちょっと人と話してみたくなって配信つないでみる気持ちはわかるかも。なんかね、そうやっぱ配信時間イコール編み物する時間に結構なってるんで、編むんだったらっていうところもある。結構ね、ヘッドパッドありがとう。犬の気配。よいしょ。なんかクリスマスの日は多分ね、配信できないと思うんだよね。23か24はやりたいなと思ってるんだけど、25はちょっと子どもの幼稚園の発表会とかぶってて、ちょっとバタバタしてて無理だと思うんだよね。でそのまま、なんか23、24どっちかで、なんかちょっと特別なことを考えてんだけど、まあ決まったらお知らせはするけど、一番考えているのは、まあ、なんとか 3D のモデルで配信よいしょ。こんばんは。ポンコツさんいらっしゃい。メガネだメガネありがとうございます。でみんな同じように考えるから、ツイッチは体調悪い人ばかり配信しているように見えるのだ。そうなの？そんなことある？やっぱメガネよ、やっぱメガネよな私は結構なんかデザフェスとなんか忘年会が結構近くて、こう短期間に移動もすごいあったりで、なんかちょっと忙しさから抜けた瞬間もあって疲れが出たみたいなところもあるかもしれないね。あんまりね、家族が体調崩しててもがっつり風邪をもらうっていうこと少ないんだけど、今回はめっちゃ映ったね今年は特にすごいもらってる気がする。
まあ昨日ほど鼻詰まりは鼻詰まりな感じには聞こえないかな。でしょでしょ。そう、時たままちょっとなんかね、鼻かんだりとか咳は出ると思うんですけど、昨日ほどではないと思う。今日たくさん寝て休んだおかげもある。ソウルは今週日曜日にマイナス10度です。お、寒っ。それは寒いね。マイナス10度は結構よ、あの痛みを感じます。張ってた気がふと緩んだ時に一気に来やすいですよね。そう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 。年末って、そしてなんかやらかすような結構。こんにちは。お、山田ウェルカム、いらっしゃい。なんかさ、オーダーのギターストラップ糸足りなくなって、糸発注したんだけど、月曜日発送されたのにまだ届いてないんだよね。なんで。まだクリスマス時期じゃないよね。ダリルはまだ急いでないから大丈夫とは言ってたけど、運送業もきっと大変なんじゃ。それぐらいはわかるさ、私も。次の、あのストラップの後のご依頼がマネートレイで、キャッシュトレイか、キャッシュトレイ、キャッシュトレイはね、私がいつも行っているまつげと眉毛パーマのサロンの、アイリストさんからのオーダーなんで、まあ、その次行く時までには持っていきたい。よいしょ。年末はまんべんなくみんな忙しいもんね。そうそうそう、忙しい。みんなもね、体調崩さないようにね。ザイラさん、いらっしゃい。こんばんは。あ、誰か教えてほしい。ブイケットはいつまで。今日までだっけ、ブイケットって。なんか今日明日とかまでじゃなかったっけ。宅配便の方がお歳暮をサミダレ式に届けてくれると申し訳なくなります。お歳暮って何っていうね。いや知ってるけどさ、お歳暮とかっていう
文化を使わない人間です、私は。すいません。物を人に送るというほど余裕はないです。リチャードいらっしゃい、こんばんは。キラちゃんありがとう、水分いただきます。あとうちは コロナ前ぐらい、コロナ入った年ぐらいかな、からコロナ前だね、コロナ前からうちはね年賀状をやめました。今は SNS や連絡ツールはたくさんあるので、そちらでご挨拶をさせていただいてます。よいしょ。80近いおばあちゃんからもう年賀状をやめます電話来ました。お年寄りの方がしっかりやってそうですが、そう、うちの親もやめます宣言してた。うちがやめるって言った次の年ぐらいからもう準備とかやること自体に時間取られるのもすごく煩わしさを感じるから、うちもやめるわって言ってやめてた。私編み方間違ってるところ発見してしまった、青ざめてます。青ざめてるナウです。今ワットアップニコ、おはよう、いらっしゃい。コースターは作りましたか？コースター作ってないよ。ちょっとほどきます。この一気にほどくところもなかなか見れないから、みんなちゃんと見届けてくれよな。ショックを受けながら私は今からほどくよ。手が震えているよ。いやだースーパーとかに名簿丸投げしてオート送信してくるサービスもありますが、時代ですよね。時代に合わせていくところを合わせていく。昨日編んだ分全部ほどきますね。むしろ昨日編んだところじゃ済まない、その前の日の部分までほどきますね。左上はコースターではないですか？あ、左上のこれかな？これはそう、コースター。来た道を帰る手戻りは心がショックなんだよな。なぜ気づかなかったんだろうな。ここまでかな。完成して見つけるよりはそう思うしかないんだよね、結局のところ。そうやって思ういながら作っていくしかないんだよな。せっせや途中に気づけたからむしろ幸運。そうだよね。そうやって思いながら作るしかないんだよ。ほどいたかな全部。
届いたね。よし。よし。よいしょ。すごいだけど、そう。これだけほどきました。おとといの自分に、タイムマシンがあればおとといの自分に一言言いたくなる瞬間。そう。しょうがない。だって間違っちゃったな。人間だしね。間違えることあるよ。よし、また頑張っていこう。あ、ダリルいらっしゃい。今ね、編み間違ってるところ見つけて、虚無になりながらほどいてたところ。お疲れ様。エクスソーラスかな、うん、合ってる読み方。いらっしゃい、こんばんは。よしよし、ありがとう。こんにちは。ZLRENYTH ウェルカム、いらっしゃい。 Some mistakes help build a better self. I find it hard to see what I would change. うん、そう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 。爆笑。え、なんて読むか分かんなかった、ごめん。ゼルレニース。あと最高なポジティブな捉え方でいくと、これ毎回だよ、毎回届くときに毎回そう思うようにしてやってるんだけど、その途中でね、シャドウさんが言ってくれたように途中で気づけた方がマシ。それもそう。さらにもう一つあるんだけど、また綺麗に編むチャンスをもらえたっていう風に捉えるようにしてる。It's a nonsense world. Don't worry about my name. World with no meaning.意味のないこと。ZL でいい？今忘年会から戻ったけど、さすがにみんなが科学者からあまり盛り上がらなかった。科学者の話で盛り上がらなかったってこと？もう一度綺麗に編ませていただくチャンスを与えられたとポジティブに捉えてみる。こういう時間も無駄にはならないよね。自分が丁寧なものづくりをしているっていう大切な時間になってると思ってる。ほどいてる時は虚無だけど。クイズもあったけど、質問は大体ロボットと AI のことでした。いや、時代だね。トナセン寝たかな。もしかしたら寝たかもしれない。夜ご飯食べた後ソファーで横になって寝てたからね。
すやでしょ。トナセンは早寝なの？んとね、ちょっとだらしない生活リズムを送っているだけですそこに関しては注意してますわらわら自由だ。そう、あれだよ、結婚してなくてだったら全然許されるとは思うけど、結婚して子供を育ててる身としてはいかん。そこは注意をするよあれしているような気がする。よいしょと。なんか不安になるよね。また間違ってないかなって。大丈夫？大丈夫だね。そう、慎重になっちゃう。ちょっと編み進めて確認する、なんぼか。自由にラーメン食べたい。いや、ラーメンぐらいは自由に食べて、もう何も言わないよ。
トナセンはだって昨日夜遅くまでゲームして起きて、ペヤングを爆食いしてましたよ。ペヤングじゃないや、焼きっぺっていう北海道限定なのかな、インスタントの焼きそばみたいな。ファーストチャットありがとう。X ソーラス。こんにちは。このテキストを入力する翻訳ツールをしています。日本語を勉強しています。ほとんど知識がありませんが、日本語で入力できるように最善を尽くします。Thank you。ファーストチャットありがとう。VTuber、モデル、とても可愛いです。ありがとう。わらわら。焼きっぺ、初耳。うまそう。焼きっぺ、おいしいよ。焼き麺は見つけたらすぐ買うようにしてる。焼き麺、北海道限定だもんね。焼きっぺ、うち子供とかもすごい好きで、たまに買ってるね。常備はしてないけど、たまに買ってる。なんかこの前、トナセンが食べたいなっつって買ってたけど、それをどうやら昨日の昨晩、決めたようだ。美味しいよね、ウニちゃん。北海道旅行時に絶対食べます。いいね、たくさん買ってあげるよ。よいしょ、間違いがない、間違いがないかチェック。大丈夫。ちょっと失礼。道内でカップ焼きそばがたくさん種類あるのはなんででしょうか。なんででしょうね。なんでだろうね。しかも焼き弁の種類もめちゃくちゃ豊富。よいしょ。最近ツルハドラッグで見たのが、なんか味噌ラーメン味みたいな、焼き弁の味噌ラーメン味みたいなやつがあった気がする。焼き麺いろんな味あっていいよね。いや、いっぱいあるね。ペヤングみたいに激辛はないんですかね。ああ、見たことないかも。なんか旨辛とかそういう系はあったかもしれないけど、激辛とかはないかもしれない。札幌ラーメン食べたい。すっごいこってりで味濃いめだよ。札幌味噌。そう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 。今年の夏だったかな、お墓参り行った帰りに初めて徹夜食べたんだよね。ワンちゃん今日もかわいいね。バードマさんいらっしゃい、ありがとう。
いしょ。徹夜で食べた時はすごいなんか何味食べたか忘れちゃったけど、なんかね閉店間際に入ってすごく濃いな、がっつりしてんなみたいな印象だった。はい、ありがとうガチャあ、初ライブ 2D だって、珍しい。バードマさんありがとう。ちょっと待ってね。今何分だ、10時7分よいしょ。あ、トナセンはもういたわ。ほほ、はい、ありがとうコントンさん。これミサいらっしゃい。セリニトンからのサブスクありがとう。よかったらエモート使ってくださいね。これちょっと待って、ライブ 2D でかすぎあひゃー、これでいいか。よいしょ、ハッピー。あ、ルインちゃんのサルコー久しぶりだたまにはやはり雑ライブ 2D は良いぞありがとう。首伸ばして、懐かしいちょっと待ってね、どこ行った、サルコー、サルコーどこ行った。あ、出てきました、出てきました。はい、ふう、満足。4回低反サルコー。よいしょ。こちらの絵の説明しても、あまり伝わらないかもしれない。この4回低反サルコーは、ルインちゃんっていうね、ストリーマーさん。今もう配信しなくなっちゃったんだけど、ほんと年に1回ぐらい遊びに来てくれるイラスト絵師さん、絵師さんね。でゲームもめちゃめちゃはちゃめちゃにうまいルインちゃんが描いてくれたんだけど、犬の絵、アビーとラムのイラストを描いている時に犬の絵なんて描いたことなくて難しいよって言いながら、おかげでこんなことになってしまったっていう、私に文句垂れてきたいです4回転半サルコーしながらゲロ出ちゃったあ、くるくる、そう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 手元はめっちゃ仕事してんだけど、あの4回転半サルコーしながら吐いちゃったって元気かなルインちゃん、相変わらず社畜やってんのかなありがとうございました。あの社畜のルインちゃんからの素敵なプレゼントでしたなんかすごいね、真面目な子なんだけどね、ふざけ倒すことしか言わないんですねよいしょ、パチパチありがとうございます。またルインちゃんが配信にいつか遊びに来たら、この話はルインちゃんにしてもらうか そう、企業に使えし者、帰ってくるの終電逃すか逃さないかぐらいかとか言ってたからね、マジやばすぎ、土日も仕事みたいな
ブル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 。そう、普通ならもう倒れててもおかしくないほど働いてるからね。I need to go have a good day. いってらっしゃい。いってらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。お、アーグちゃんいらっしゃい。大丈夫か？大丈夫。鼻詰まりは今してなくて、咳とか、まあちょっと鼻かんだりはしてるけどね。鼻声ではある。トナセン配信中に爆睡してた。爆睡。先輩がワンちゃん寝てるって言ってたから心配した。そう、なんかね、今日気圧もすごい変動やばくて、頭も痛かったんだよね。で、まあ、熱はなかったけど、いや、朝の時点ではちょっと熱あったんだけど、まあ、寝てめっちゃすっきりした。めちゃくちゃすっきりした。夕方ぐらいまでにしてよ。だって昼前から、昼前ぐらい、トナセンがね配信始めた時間ぐらいに寝落ちしてこれ夕方、トナセンが配信やめる直前ぐらいまで寝てた。めっちゃ寝た、私からしたら。お、水分補給ありがとう。飲み切ってしまった。ちょっとお水汲んでこようかな。ちょっとそのついでにお手洗い行ってきていい？よいしょ。ちょっとお手洗いにも行ってお水汲んできます。お待ちください。
はい、戻りました。よいしょ。お手洗いのついでにトナセンの様子を見てきた。結果は想像にお任せいたします。お帰りありがとう。トナミラーメンうどん。すごいことになってる。いや、トナミばあちゃん最近会ってないな。ばあちゃんうどん食べたいわ。脱ライブ 2D そろそろお時間となりますね。背が高い、ワンリーフ。たまには。みんなってさ、クリスマスケーキとか予約した？うちは毎年、私の友達がね、なんて言うんだろう、ケーキとかクッキーとか作ってるお友達がいるんだけど、個人でやってるお店なんだけど、そこで予約してる。あーかわいい。あ、クラブルズウェルカム。 Thank you for coming。 わーいらっしゃい。アビ&ラム、あーキュート。
かわいいっしょ。もうね、ほんとかわいいんだよ。クリスマスケーキ予約しました。最近のケーキは切り分けるのが難しい形のものが増えました。そう、映えだからね、映え。うちが今年予約したケーキはサンタクロースの顔した顔のなんかデコレーションされたケーキ。なんかね、長女が生クリーム嫌いになっちゃって、生クリームのケーキ食べなくなっちゃったから、友達が作るケーキはクリームチーズ使ってるから、それはなんか食べれるっぽくて、だからこそそこでお願いしてる。めっちゃ美味しいんだよね、クリームチーズのホイップ混ざってるやつっていうのかな。ケーキまだ予約してないけど、今年のクリスマス日本で買ったスパイスで特別フライドチキンを作る。最高。写真載せてね。クリスマスに鮭を食べます。いいじゃん、いいじゃない。クリスマスには鮭を食え。OK 待ってる。人が絡まりそうな気配を出している。嫌じゃ嫌じゃ。めっちゃ見づらい。どこ？ここか？ここでした。いや、なんかミスってるわ。ミスってるんじゃなくて、糸割れして糸を拾いきれてないみたいな。拾い切りたい。
オネレアハッピー。リチャードもハッピー。ワンさん今年クリスマスうまい店の唐揚げ買いますか？買う予定だね。でもなんかそのさっきも話したんだけど、25日に子どもの幼稚園のなんか発表会っていうのがあって、その1年間頑張ってきた集大成みたいなのを発表するのがあってね。でうちの両親やトナセンのご両親も見に来ると思うから、もしかしたらみんなでご飯食べに行く可能性もある。うちはなんかすごいね、両親、お互いの両親もなんかいい関係なのでね、みんなでご飯とか普通に行くんですよね。あ、ちょっと失礼。よしよし、ありがとう。ゆびせいはるかなさん、いらっしゃい、こんばんは。今日は編み始めてからミスっているところを見つけてしまい、2日分ぐらい戻りました。
2日分あれか言い過ぎたかな、1日半分ぐらい戻ったあららまあちょっとねミスってそのままにしておくわけにもいかないから、もう一回綺麗に編むぞっていう気持ちで届きましたよと。かなりまったりやってますね今日は。まあいつもまったりか。ゆうびせいはるかなさんはボトルホルダーとかどうですか、使えてますか。あれボトルホルダーだったよね買ったのね。拾えない。よいしょと。現役で活躍中です。やったー、嬉しい。何かあったら遠慮なくおっしゃってください。すぐに対応するので。ヒカリンクスウェルカム、いらっしゃい。ちょっと待ってね、また糸割れして綺麗に拾えてないところを発見してしまった。よいしょ、まあ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 にしてたけど配信見ていてずっとワンちゃんの作品欲しかったんですよ。いや嬉しい、秘密にしなくていいのにありがとうございます、めちゃめちゃ嬉しいです。長く使えるようにお直しとかも何度でもするので、リメイクとかもするので、ね、何でも相談してください。そろそろ定位置に戻るか。
よしよし、ありがとう。来年はなんかもうちょっとこうメンズファッションもガンガンいけますみたいなバッグを作ったりしてみたいんだよね。メンズの人が持ち歩くバッグっていうのがなんかあんまりこう想像できなくて、結構最近インスタをチェックしてる。そのメンズの結構モノトーン好きな人を置いてるんだけど、イメージとしてはでメンズもいけて、そのレディース女の人もね、こう両方使えそうなちょっとデザインのバッグを作りたいよね。デザフェス行ってさ、そういうところをちょっと見ようと思ったんだけど、デザフェスってさ、みんなマジで買い物しに来てますみたいな人多くてさ、結構リュック背負ってる人多かったんだよね。ショルダーとかなんかハンドバッグとかじゃなくて、なんかリュック背負ってますみたいな人結構多かったんだよね。また手ぶらに近い感じ、買い物するために物は持ち歩いてませんみたいな。はい。でもさ、わかるわ、私ですらめっちゃ買い物していくぞって意気込んでったらスマホと財布だけ。またはこうなんかね、こう手土産を持っていこうとかっていう風になるんだったら、私も両手が開くようなカバンを背負っていく。おしゃれっていうよりはなんかそっちを重視するよね。何作ろうかね、その来年、手が空いたら。もうちょっとしたら、あと何件だろう。あと2件か。オーダーが多分落ち着くんだよな。
ママって回数制限あるんだ。あと、1日1回か、1配信1回か。1日1回だったかな。リミテッドママそういうこと。縦型のトートバッグとかフラットな感じ。縦型のトート、あとはなんだろうな、なんか多分すごいそこまで大きすぎないバッグっていうちょっとスタイリッシュな感じ、イメージとしては作りたいの。くしゃみが出そうです。ちょっとミュートゲーします。ミュートゲー。失礼しました。あ、ちょっと待って、もう一回鼻かむわ。ありがとう、水分補給。ラムが来た。ラムちゃんや。なんかその風邪ひいてる時のくしゃみってさ、ワンちゃん鼻水一緒に出ちゃうみたいな。わかる？共感してくれる人いる？危険を察知してよね、ティッシュで急いで抑えなくちゃみたいな。さすがにミュート。あ、ちょっと待って、ラムちゃんがトイレしに来たわ。よいしょ。ブルブル。普通のね、あれとは違うんでね、風邪ひき中のくしゃみなんでちょっと危険ですよ。放送事故ありえますよ。よいしょ、ちょっとペットシートを変えてきます。
はい、戻りました。ラムちゃんはすっきりしたようです。そう、このように爽快な顔をして出すもの出してお水をくださいと要求してきました。かわいいやつだ。生きてるってわけ。今これが表来たので次が裏。アルシオさんいらっしゃい、こんばんは、ワンワン。ワンワンワン。今日は膝掛けの続きなんだけど、途中で進めてる途中で結構序盤でミスってるところがあって、そこまでほどいて今編み直ししてるところ。少しでほどいたところまで、もう少しでもないか、あと一段くらいかで編み直したところ、直し終わるというか、そこまで追いつく。ミスってないかチェック。7K さんいらっしゃい、こんばんは、来てくれてありがとうございます。うん、俺くんもいらっしゃい、こんばんは。今日もまったりやまったり作業しております。あこはやさんもいらっしゃい、こんばんは。今日はね、ちょっとミスったところがあって2段くらいほどきました。もうちょっとでそのほどいたところまでは直すの完了かな。よいしょ、ピエン。もうでもさ、気づいちゃったら、あー、これはもうほどくしかないみたいな。ほどきましたよ。
っとっと。多分ほどいたところまでは直してやっと進むことができる。くるくる、ありがとう。あ、水分補給ありがとう。Thank you. ごくご、KP。よいしょ。迷うよ、カルさんいらっしゃい。あ、ウニちゃん、それね。雑ライブ 2D 出てる時だけ 対応できます。ちなみにガチトナミは寝てるわ多分。さっき様子見に行った時は配信聞いてるよって言ってたけど完全に寝てる感じだったよ。
いやそれ寝てるでしょみたいな状態だった。アシャドウさんありがとう。そうガチトナミの方はちょっとスヤーしてましたね。本日2回目。ガチトナミ先輩のが興味あった。起こしてくる？全然起こすよ。あの家事もやらずにいなくなったんで。よいしょ。ミニトナミ出しました。ありがとうございます。ああ、わたさんいた、いらっしゃい。お誕生日おめでとうございました。ただよね。おめでとうございました。ワンリーフさん鼻声です。ちょっとキレ気味なの。そうトナセンちょっとねだらしないからね怒ったんですね今日。一緒に寝ました子供たちと。あざすあざす。そうあの和田さんの配信の日水曜日にあの日実は私39度8分ぐらい熱あって、和田さんの配信聞きながら寝てましたよ。プンプンリーフさん、そうプンプンですよ。キュートアバター、センキューセリート。めっちゃ熱ですやん。そうなんですよ、旦那の映って、でガツンと上がって次の日にすぐ下がったんですけど、まあなんか鼻づまりすごいですね。Who is that on your head? My husband. My husband is トナミ先輩。俺くんもびっくり。ロール。お大事に。ありがとう。よいしょ。なんかね、熱はないんだけど、その今日、低気圧すごくて、爆弾マークみたいなついてた、頭痛で見たら。もう朝から頭痛くて、目動かすだけで、なんか前頭葉、神経触るような痛さすごくて、あ、これもうダメだと思って、日中の配信、休むわ、みたいな感じで、ちょっと薬飲んで寝ましたね、今日も。風邪移した人に昼の配信でピアノ配信したいとか言ってました。チクられてて草。いやでも配信したいとはずっと言ってる。確かに。そうやりたいことはやればいいんだよ。だけど家事は一緒にやってるし、子育ても一緒にやってるから、そこはねちゃんとしてもらわないとね。元気そうだなと。トナセンはねもうすっかり元気。作り情報が家を出て配信の世界を一周して自宅に帰ってくるの楽しい。すごい時代になったものだ。わらわら。内緒で。チクったことは内緒で。いや今あのコメントしてないだけで、もしかしたら耳は聞いてるかもしれないから。わかんないけど。うわー。
世間って狭いなもう。そう、しかもこのオンラインという世界で狭さを感じる。世界はつながってんだよ。50人近いリスナーもう聞かなかったふり、なんと壮大な情報工作。そうそう、間違えてるとこないかちょっとチェックするね。マジでさっき2段ぐらいほどいたの思い出してこまめにチェックしようと思ったわ。大丈夫ですね。なんかさ、ピアノ配信したいって言ってたけど、なんか線が足りないのと、ちょっとやっぱ配信するスペース、なんだろう、模様替えとかしないときつい気がする。うちの今の間取りだと、うん、まあなんかそういうところもさ話し合いしたいじゃん、夫婦でお互い配信してるし話し合いしたいじゃん。やつ寝ちまうんだよ。寝てしまうんだよ。話し合いができなくて、私話できないのすごいストレスたまるんですよね。だからちゃんとね話したいですね、そういう大事なことは。ズーム。一層の子と寝てる姿配信すればいいのでは。どっちが？いや寝てしまったら話し合いできないじゃん。あの、私喧嘩とかは本当に無駄な時間だと思ってるんで、ちゃんとお話し合いをしたい人間なんですよね。うん、私と都並先輩付き合ってから一度も喧嘩したことないんですよね。なぜなら喧嘩に発展する前に絶対話し合いをするから。あ、フリーズしてる。なんつう顔してフリーズしてんだ。あ、動いた。話し合いもなんか感情的にならないし、最後はもう握手してよし行こうみたいな感じになるタイプの2人ですね。犬。
よいしょ。今日金曜日なんだもんね。明日明後日の配信はちょっと未定で、やれたら、やれるとしたら夜、子供がいるときは子供を優先。今日はこの段編み終わったら終わりかな。いや、ツイッチ感謝祭のその景品のなんかさ、さっき話した集計っていうのが週明けに行われて、集計が終わってその景品を選ぶみたいな期間があって、多分その私の目標であったトップページ掲載の何実現は多分結構先になると思う。なんかそう、なんだろう、分かり次第ね、逐一皆さんに報告していきます。昨日さ、配信終わる時に例のしたリメンバー金子さんも私と一緒でトップページ掲載にするか肉にするか悩んでて、私トップページ掲載ですよって話をしたら、いや、 やっぱりさ、肉はさ2万払ったら食べれるけど、トップページ掲載はツイッチに2万払っても叶えられないものだから、やっぱトップページかなって話をしてて金子さんもね、トップページ行きそうな気がする。うん、セレニトンピエン竹本さん、なんだろうこれ、ムキムキしてんのかな。あ、ビビちゃんいらっしゃい、来てくれてありがとう。今なんかね、ツイッチ感謝祭のお話してた。年末で忙しいツイッチ運営スタッフ、そんな逐一放送し、そう、逐一報告しなくても。いやー、リスナーさんはどうなんだろう、知りたいんじゃない、いつトップページ掲載されるんだろうとかさ、そういうのやっぱね、みんなで一緒に叶えたことだし知りたいんじゃない、わかんない、私は知りたいし報告することが普通かなって思っちゃった私はね。でもなんか今のところこう終わった後に連絡がこうみんなに一斉にされてたのが、集計期間があって、その後景品何にしますかっていうのがこうまたあって、こう一人一人順番に叶えていくと思うんだけどさ、時間はかかると思います。で、進捗どうなのって運営さんお尻叩かれてる感じ。あ、私から叩かれてるって感じ。いや、そんなつもりないんだけどね、かかると思ってるし、時間もたくさん参加されてますからね。
ったし、前回アフィリエイトで参加した時も4月に終わったイベントで景品届いたの先月の先月中旬ぐらいに届いたんで、叶うまでは結構かかると思います。 I hope everything work out. Thank you, セリニトン。今回は結構バタバタしている感じでしたね。あ、不具合とかもあったからね、結構ロデネフォークがよしよし乗せる外す、あ、雑ライブ 2D のままだった。もう10分経ったんじゃない、経ったよね変えますか。で、これ外す。はい。よいしょ。いらっしゃい。ウェルカム、ウェルカム。分からなくなったから今から10分ということにしよう。いやもう時計見たら10分経ってたよ12分ぐらい経ってた。バブミな気分って何ですか。さすがに押すのが怖いあのいい子いい子されたい人は使ってくださいよしよし、いい子いい子コントンさんが押しましたね。ふふふ、たまにね、あのバブミがいるんで、バブミな気分になりたい人向けに作った、アスキッティライフグッデイ、ウェルカムウェルカム、 Thank you for coming。Yes, yes. よかったらたくさん使ってね。
はい、アビーちゃん。はい、ラムちゃん。A lot of cute new emotes. Animate emotes. そう。ココリンくんに作ってもらった。ティア2とティア3もね、入れてて。なんか、またね。なんだろう。どういうやつにしたいとか。こう決めたら依頼しようかなとは思ってる。ビッツスタンプとか、そう、まだティア1も実は3つぐらい枠余ってて埋められてない。やっぱりスタンプあったらさ、楽しいよね、たくさん。汎用性の高いスタンプ、なるべく入れていきたいよね。I wish I know how to draw so I could try to make some, but I draw like a 4 years old. わかる。私も絵描けないよ。私本当に絵描けない。だから描ける人、そして自分が好きな感じの絵描いてくれる人に絵元をお願いしたいよね。フリフリ。いや、えなつちゃんのそれマジかわいいな。よし。あ、グレイいらっしゃい。ちょうど今今日終わるところでした。お気に入り、めっちゃかわいい。途中ほどいたけど、なんとか元に戻して先に進めたかな。
もう途中でこれブランケットやめるとかなりそう。ブランケットってすごい時間かかるんだね。あいてててて。お気に入り、かわいいもんね。あちきもお絵かき練習しないとな。練習する？朝ピピフリフリ、それねすごい気に入ってて、このフリフリスタンプを作ってもらうためにチャンネルポイント私めちゃめちゃ貯めて頑張りました。ちょっとずつファン増えてる。あ、やったじゃん。あ、なんか斜めから入ってるやつもある。かわいい、めっちゃかわいい。これね、首動くやつ。よいしょ。ヒソーラス。君の英語の発音とてもいいです。本当に。英語話せないよ全然。ありがとう。よいしょ。じゃあ今日の配信はおしまいにします。金曜日の夜ということもあって、とてもなんかまったりまったりな感じ、すごい配信からも伝わってました。よいしょ。鼻が詰まってきた。そして今日はどこに行こうかな。クラビオに行くか。クラビオ多分まだ終わらないでしょ。よいしょ。おもちファミリーのねクラウビオに行きます。お疲れ様。よいしょ。はい、お疲れ様。ありがとう。画面変わります。よいしょ。賑やかなのもいいものだけど、チルい空気感も好き。お疲れ。ね、チルもいいよね。よいしょ。またね、お休みありがとう。セルニートもセンキュー。ぐんないぐんない。リチャードもありがとう。朝ピッピもおつわん。ありがとう。おつリーフありがとう。エナスチャムルシオンさんもありがとうございました。みんなも週末はゆっくり休もうね。Today's streaming ending. Please read message. One read. 井桁さんもありがとう。これにしよっかな。One read. クラウビオはおもちファミリーです。で、英語なんですけども。とってもいい雰囲気でゲーム配信されているのでみんな好きだと思います。それでは皆さん一緒にクラウビオのところに行きましょう。 Have a good night one. Hope you wake up feeling better. Thank you, Serenito. それじゃあまたみんなもゆっくり休んでね。バイバーイ。おやすみなさい。おやすみ。